大丈夫ですか。就職のわさびは半端ないな。ダメだな。ダメですか。おい、全くどいつもこいつもろくなもんがいやしねえ。佐賀を元気にする応援ソングだよ。県の和藤市で最終的には ABEX からのデビューが決まってるんだ。まったく、どうしてくれるんだ。見てみろ、日渡し市長も退屈してらっしゃるじゃないか。もっとこうフレッシュで、なんといってもビジュアルだよ、ビジュアル。大衆をこう引きつけるさ。で、あと何組だ。一組です。おいおい、それはないよ。大丈夫です、大丈夫です、ご安心を、ご心配なく。こんなこともあろうかと、知り合いのレコード会社に手を回しておきました。本当か。ええ、3人組の、ダンスユニットなんですけど、これプロフィールです。ダンスボーカルユニットのこちらがボーカルで、いいじゃないか。このこっち見てください、こっちが2人の。おお、このメンバーもいいよ。全員17歳の高校生らしいんですけども、地元のストリートじゃすごい人気で、ジャニーズもスカウトに動いたとか。おお、このビジュアルならわかるよ。なんだお前、ちゃんと隠してるんじゃないか。よし、早速呼んでくれ。はい。それじゃあすいません、88番イルミナションの皆さん、お願いします。あ、お願いします。じゃあ、こちらの方に。ちょっと。はい。お前さ、俺が何言いたいか分かるのに。あ、イルミナションってスペインじゃ照明って意味らしいです。顔だー、顔全然違うだろう。あいつらのとこが17歳なんだよ。ここまで主張してるんですから、これ間違いないんじゃないですかね。完全なる騙しだろ、あれは。なんだ、アフロまで行くじゃん、アフロまで行くじゃないか。落ち着いて落ち着いて、まあ、せっかく来ていただいたんですよね。話だけでもね、話だけでも。あれ、あなたは3人のマネージメント&プロデュースを担当している岩崎と申します。まあいいよ。イルミナシオンさん、あなたがボーカルのゆかりさん。はい、そうです。なんでお前が答えんだよ。すみません、この子たちちょっとシャイなもので。あ、そう。ちなみに聞くけど、いくつ。17歳です。そう。そう、じゃあね、何年生まれ。1996年です。間があったよね、今考えたでしょ、頭の中で数えてたでしょ。平成です、 AKB 世代です。昭和だろ、完全なる昭和世代だろ、お前ら。落ち着いて落ち着いて。すいません、皆さん、好きな音楽のジャンルは何ですか。ヒップホップであまり重くない軽めでダンサブルな曲が好きです。絶対違う、それ絶対違う。好きなミュージシャン。美空ひばりの真っ赤な太陽とか。はい、昭和来ました、昭和太陽。他に燃えたが。市長、交換職じゃないですか。ただの同世代じゃねえか、お前。落ち着いて、落ち着いて。おい、何話してんだ。すみません、この子たち、ぜひ自分たちの歌とダンスを見てほしいって。自分たちの売りは歌とダンスだから。いいよ。はい、はい、帰れ、もう帰れ、お前、帰って言うて。一応ね、せっかく来てもらったんですよ。オーディションに行ってもらったんですよ。とりあえず歌ってもらいましょうよ。ほら、あ、ほら、楽器持ち込み。これもしかしたら、ちょっとやるんじゃないですか。なんか空気が悪いのか。ほら、うん、もしかしたら。1、2、3、4。なになになに。帰るな、お前。帰ってしまえ。帰る。こんな奴らに歌わせられる。ね、市長。市長、まもなく選挙ですよね。次回出馬されたときは、私たち4人必ず市長に投票を。採用。市長！17歳に選挙権はありません、市長。よく考えてください。17歳、あいつは17歳です。17歳なんです。何も植えた太陽だから。
の髪に切なくなびく甘い潮風よ、激しい愛に焼けた姿は燃える心、恋のときめき忘れる残すため、恋の季節なの、恋の季節なの。